中宮寺は斑鳩の地に飛鳥時代に創建された尼寺で、創建には聖徳太子の母である橋人皇后と関わりがあると考えられています。ご本尊の菩薩半跏思惟像は我が国でも最も美しい仏像として多くの称賛を集めています。展覧会では初めて九州の地で公開されるこの半跏思惟像をはじめ、数々の中宮寺の寺宝を通してその歴史をたどります。インドガンダーラに起源を持つ半跏思惟像、この独特の姿の仏像について、ガンダーラ、中国、朝鮮半島、そして日本の飛鳥時代の作品を本展では合わせてご紹介します。この展覧会では最も美しく中宮寺本尊の姿を見ていただけるように、照明をはじめとしてどのような展示にするかを考え抜き、今までにない展示空間を作り上げました。コロナ禍の収まらない中での開催となりますが、ぜひ博物館でその慈愛に満ちた美しさに接していただければ幸いです。